その謎を解き明かそうという日本人研究者がいる。ネットセキュリティ研究の第一人者、横浜国立大学の吉岡勝成准教授が。吉岡さんはサイバー攻撃の背後をあぶり出すため囮を仕掛けた。それが通称ハニーポットと呼ばれるこのコンピューターだ。あら、何やってんだ。ん、ハニーポットはインターネットにつながっていて、ネットの上では IoT 家電にメールを細工してある。した。それを見つけた犯人は、IoT 家電だと思い込んで侵入しようとしてくるはず。よいしょ。吉岡さんの読みは的中した。これはハニーポットを乗っ取ろうとする不正な通信は、ほう、来てよっかな。数百回に起こっている。実際に仕掛けてみて、これだけの攻撃が来るということで非常に驚きました。私たちのシステムでは、200カ国以上からの攻撃を今観測しています。その攻撃の通信記録を分析すると、 IoT 家電を狙って感染する新たなコンピュータウイルスが見つかった。あららら、あららら、なんだい、ほら、まったく、ほら、終わりか。